メリカの人たちに長崎の思いを持って行ってください。はい、ありがとうございました。はい、思いを伝えてください。はい、必ず僕たちの気持ちを伝えます。はい、ここへ入れて。はい、僕たちの平和の願いをアメリカの人たちに伝えてください。はい、伝えます。お願いします。はい、はい、僕このメッセージカードを届けてください。はい、ありがとうございます。ところで戦争のことはあまり、戦争はダメなんだということをアメリカの人たちに伝えてください。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。本当にすいません、お手数をかけますが、よろしくお願いします。いい、3カ所分作っているので、はい、3カ所行かれて、3カ所行くから、はい、1カ所ずつ、1カ所ずつね。はい、じゃあ、皆さんこんにちは。こんにちは。ここはですね、あの長崎に被爆者、被爆者ってわかるよね、はい、原子爆弾受けた人ね、の、 あの団体が4つあるんですけど、その中の1つの長崎県被爆者手帳友の会と言います。そこの事務所と、それからあのこうやっていろんな部屋があるんで、あの被爆者コミュニティセンターって名前つけて、あのここでね、記者会見やったりね、いろんな人が平和交流をできるようにしてます。で、今日は三田村静子さんの原爆紙芝居をやってもらいます。で、毎月29日にやってます。なんで29かというと、原爆落ちたのはいつですか？9日でしょ。で、あの9の日って僕たちは言ってて、被爆者の人たち9の日って言って、あの9の日を忘れないようにということで、毎月9の日に、僕たちはあの平和公園に長崎の鐘があるの知ってますか？あれを鳴らす活動をしてます。で、19日はあの皆さんにあの戦争のこととか原爆のこととかをあの教える原爆講話というのもやってます。その今日もね、チラシの中に入ってますけど、河合公明さんという、あの長崎大学の核廃絶をあの研究してる人の、戦争講話が、5回シリーズでやってて、今もう2回終わったんですけど、3回目がまた、それは19日にやってます。まあ19だからいい9の日ってつけて、やってます。で、29がつく29日は三田村さんの紙芝居ということで、そこに一番最初についてるチラシですね。で、毎月29日にその作品をずっとやってまして、もう13回目になります。で、あの2つずつ作品が書いてますけど、1つは三田村さんが作られた紙芝居で、もう1つは今日あのいらっしゃってる西岡由香さんっていう、長崎で有名な漫画家さんです。有名じゃないです有名です。全国紙にも漫画を描かれてで、その基本的に2作品を、やります。で、今日はちょっと趣向があって、三田村さんが最初に原爆っていうのはいきなり平和な町にボンと落ちてきたわけじゃなくて、戦争の結果として落とされたんですよね。そのなんで戦争が起こったっていうところもちゃんと皆さんに知って おいてもらいたいと思って、その話をされます。で、あのその後、あの子らの日という、これ山里小学校の、物語です。で、あのこれを最初、毎年あの平和記念式典をやるときに、最初に山里小学校と城山小学校が交代交代で歌を歌ったの知ってますか？で、これはあの山里小学校がこのあの子らの日を歌うビデオですけど、これをちょっと聞いてもらって紙芝居を聞いてもらおうと思います。で、その後、あの今日はですね、
松尾慎一郎さん、僕と名前が一緒。松尾さんはあの城山小学校で平和ガイド、平和ガイドって言うんですか、平和ガイドをされている方ですが読んでくださいます。今日はそういうことで、あと皆さんとこういろいろ意見交換できればなと思ってます。じゃあ早速、三田村さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。小島小学校の皆さんありがとうございます。また先生ありがとうございます。本当皆さんがいらっしゃっていただけると思っても嬉しく待っておりました。で今日はですね、後でちょっとあの、紙芝居が終わってからお話しますので、旅行に行くのですね。でまず最初、あの皆さんがこの紙芝居を始める前に戦争があってたんです、今みたいに。知ってる？太平洋戦争。そして、その前に中国とのね、あの戦争があってたの、今みたいな感じでね。だから、原爆もその後に落とされたという。ちょっと聞いてくださいませ。始めます。マイクを持ってしまおうか。今からですね、これ太平洋戦争から原子爆弾へ、被爆への道ということで、私がちょっとあの分かりやすいように書いたんだけど、皆さんに後でね、どうだったか聞いてみます、感想ね。今からちょうど100年前、100年前、まだ皆さん生まれてないです。1914年、ヨーロッパで始まった第一次世界大戦は戦場から遠い日本やアメリカに大きな利益をもたらしましたが、戦争が終わってヨーロッパの産業が回復すると物が売れなくなり、世界中が景気になりました。当時軍出身者が首相の政府は不況を解決するため、中国東北部の満州新、満州って今の中国の東北部なんです。それ昔満州って言うんです。東北部にあの2倍以上の広さがあるもんでね、広いから。あ、これこっちにあります。農業にも適した石炭などの資源を豊富で、この地を中国から切り離して日本人を送り込もうと計画したんです。あの、なんかな、日本が不景気になってで中国に送り出すということに、はい、そして1931年盧溝橋事件があるんです。それ満州事変という、ちょっと難しいかな。1931年の満州での鉄道爆破事件を盧溝橋事件、橋の事件ね。で、自衛のためと理由で日本軍は中国軍を攻撃し、満州を占領しました。それが満州事変っていう。実際はこの事件は日本の軍隊が起こしたものでした。翌1932年に満州の国を建設し、中国市場に関心を持つアメリカなどは日本を非難したんですね。で、写真は事件直後の盧溝橋の爆破現場。盧溝橋というのは橋のこと。そこでね、事件を起こして日本軍、そして中国っていうのをこう言われたの、そんな。それで喧嘩になったの。戦争なの。ここにあるんだ、満州国。
まだ中国のとこ広いですよ。そこに日本が乗っ取ろうとしたんです。ね。それで戦争が始まるの。そして1937年、日清戦争が始まる。日中かな。日本と中国の戦争。1937年に北京郊外で、日本と中国両軍が衝突。それが盧溝橋事件です。日本と中国の戦争が始まって、中国大陸での泥沼の長期戦に入るんです。これが写真で写した盧溝橋事件の様子ね。これがハワイ・オアフ島。1939年、ヨーロッパではドイツがポーランド侵入し、第二次世界大戦が始まりました。1940、日独伊三国同盟を結ぶんです。日本は貿易の多くをアメリカに頼っており、特に石油は大部分をアメリカに頼ってます。1941年8月、アメリカは日本の中国大陸での行動や韓国同盟に反対し、石油の輸出を禁止しました。そしてイギリス、オランダもこれに続き、日本は追い詰められました。当時、日本の石油備蓄はわずか2年分でした。1941年12月8日、日本はハワイ・オアフ島のパールハーバーを攻撃し、同時にイギリス領の香港・マレー半島も攻撃し、アメリカ・イギリスとの戦争を始めます。これらに私がハワイに行った時のこの、ね、戦争したところの跡なんです。アリゾナ記念館っていうね。こっちの軍艦がミズーリ号で調印したところ、日本が負けて勝つと思ったんだ。15日ね。で、1941年12月8日真珠湾攻撃して、ここで撃沈したのよ。ここに人間がもう海の底に沈んでるんです。だから人間私たちがここハワイに行った時、ハワイ の市長さんとお会いして、自分たちの証言しようと思ったんだ。その前にね、日本も悪かったこと言ったんです。加害の方に、日本とアメリカがほらここで戦争して、そしてここ海に沈んで、そのままの状態。それでここボートでこう行くようになってるの。あんたたちも大きくなってから行ってくださいね。こう真珠湾攻撃して、綺麗なのよ、太平洋のね、海の上に。これ東京のほら、15日に水売り号に調印したこの船、軍艦水売り号。こっちが撃沈したところ、日本とアメリカ。で、戦争が始まって、しばらくの間日本は勝ってたんですよ。でも次第に負けて、で、軍部は国内に資源がなくても占領地の資源を使えば負けないと考えて、しかし負けてたんですけどね。もう一生懸命まだ戦うもんだから、42年6月ミッドウェー沖の海戦で日本海軍は航空母艦4艘を失う、負けてしまった。大敗北。飛行機を使った戦いが困難になります。その年の後半から、日本が占領していた太平洋の島々は次々とアメリカ軍に取り返され始めました。負けてしまった。そして原子爆弾の、これ43年1月時点の日本軍の侵攻戦で戦うところ、1931年の満州事変から1945年太平洋戦争の終わりまで15年間で
約300万人の日本人、兵士、民間人を含むが、まだアジア諸国では2000万人以上の民間人が命を奪われたと言われております。ね、戦争こんな人殺しなの、みんな。そして1944年7月にはマリアナ諸島が占領され、以後サイパン島を基地とする爆撃機 B29 による日本兵の空襲が激しくなったのね。こんなにずっと空飛行機が飛んでたんです。そして太平洋戦争の大分県宇佐市の市民団体豊の国宇佐市塾は2013年12月8日1945年長崎、熊本、鹿児島各県で米軍が撮影した4分の空襲の映像を報道軍に公開しました。映像は1月と8月に米国立公文書館から購入して、すべてカラーで長さは数秒から約1分間。長崎市浦上地区の映像は米軍機がこの気流操作しながら撮ったもの、原爆投下の10日ほど前の撮影と見られます。これずっと撮ってたの、アメリカ。そして長崎に原子爆弾が一発の落とされるんです。1945年8月の9日午前11時2分、アメリカ軍は広島に続き2発目の原子爆弾を長崎に攻撃。長崎は大きな被害を受けました。当時ね、長崎の人口は24万人、死者が7万4千人、負傷者が7万5千人。この戦争がなかったら本当にまた原爆もなかったろうと思います。そういうことでちょっと戦争のその歴史をして、それで原爆ということで分かりました。どうでしたか？原爆がすぐ落ちたんじゃないの？ずっと戦争があった今みたいに、ね、また後でね、分からなかったら詳しくお話します。そしたらね、あの頃の日を紙芝居いたします。ちょっとその前にビデオを上映します。爆心地に近い山里小学校は原爆投下で一瞬にして無残にも破壊され、先生と児童のほとんどが原爆の犠牲となりました。この歌は永井隆博士が再びこのような惨劇が起きないことを願い、山里の子どもたちのために作られた歌です。山里小学校で長年歌い継がれたこの歌を本日は6年生の皆さんに合唱していただきます。歌詞はあそこに出てる。
あの子は泣く。ちょっと待ってください。あの子らの日は1949年11月3日に建てられました。おかっぱ頭の少女はもんぺを吐いて札をつけて原爆の炎に包まれながら両手を胸に合わせて天にのその日には建てた日付や建てた人の名前もありません。ただ、博士が重い病気と戦う中で平和を祈って千枚もの平和を文字を書かれましたが、その文字が火の横の小さな石に刻まれており、平和を発信する山里小学校のシンボルになっています。永井隆博士はこの日が立ってられて1年半後の1951年5月1日に43歳で亡くなられました。1945年8月9日長崎に落とされた原子爆弾により、その年のうちにおよそ7万4000人が亡くなりました。爆心地から600メートル離れた山里小学校でも1581人の児童のうち約1300人が犠牲になりました。亡くなったと分かっていても、あの子が生きていたならばと歌うあの子の歌は、原子爆弾で自分も大怪我をされた永井隆博士の死をもとに作られたもので、あの子らの日は永井博士が山里小学校で生き残った子どもたちの作文集「原子雲の下に生きて」という本が出版され、その印税により1949年11月3日に建立されました。その中の2つの作文を紹介します。一つは辻本富士夫君、当時5歳、お母さんを焼いた運動場です。原子爆弾が落ちた時、僕は山里小学校の運動場の隅の崖に掘った防空壕の中にいて助かったのだが、あの時小学校にいて助かったのは僕とおばあちゃんと田川直志君の3人だけではなかっただろうか。みんな死んでしまったから。僕は今4年生だ。あの運動場はすっかり片付いて、たくさんの友達が大喜びで遊び回っている。あの友達はここでたくさんの子供が死んで焼かれたことを知らない。
僕はブッダの日のことを思い出す。そしてお母さんを焼いたそのところにしゃがんで、その土を指でいじる。竹で深くいじると黒い炭のかけらが出る。そこのところをじっと見ていると、土の中にぼーっとお母さんの顔が見えてくる。他の子供がそこのところを足で踏んで歩くのを見ると、腹が立つ。運動場へ出るたびに僕はあの日を思い出す。運動場は懐かしい、そして悲しい。もう一つは平和公園内にある平和の泉の隅に刻まれている次のような短い文章です。喉が渇いてたまりませんでした。水に油のようなものが一面に浮いていました。どうしても水が欲しくて、とうとう油が浮いたまま飲みました。これは山口幸子さん、当時9歳の作文の中の一部です。この文章のようにたくさんの人々が水をくれ、水をとうめき叫びながら亡くなっていったのです。また助かった人たちも放射能の影響で突然原爆症で亡くなりました。このように今でも原爆症で苦しんでる人や亡くなっていく人がたくさんいるので、この作文集をまとめた永井博士は原子爆弾で奥様を亡くし、二人の子供と三人で畳二枚しかない横堂という小さな家に暮らしました。横とは自分と同じようにという意味で、自分を愛するのと同じように他の人を愛しなさいという博士の信仰する聖書の言葉から付けられます。この横堂で永井博士は白血病と戦いながら病床の中で17冊の本を書いて平和を訴えました。あの子らの日は原爆で亡くなったあの子らの霊を慰めるとともに、生き残った子供たちが戦争のない平和の世界の実現の希望を永遠に持ち続けるようにとの
博士の願いが込められています。原子爆弾の炎に包まれながら死んでいったあの子たち、永井隆博士が建てたあの頃の日、そして博士の平和の思いは、毎年この日が建てられた11月3日頃に行われる山里小学校の平和記念式となって受け継がれ、子どもたちが歌うあの子の歌が世界の平和を訴え続けています。日の輝く夜にこの日の前に立ち耳を澄ますと、今でも原子爆弾はひどか飛ばし、痛か飛ばし、もうやめませんと叫びながら、あなたの心の扉を叩くあの子らの声が聞こえてきませんか。原子爆弾は長崎でおしまい。長崎がピリオド。平和は長崎から終わりです。それをもちまして、あの子らに帰ります。ありがとうございました。皆さん分かりました。最初の戦争の話は難しかったでしょう。ね。簡単じゃないんですよ、実は。まあ、あれぐらいで分かる人がいたらもう相当な賢い人で、疑問になんで日本が戦争に起こしたんだろうとかね、そういう疑問がいくつでもあると思いますけど、もう大人になっていく、いろんなことを勉強する中で、特に歴史をね、今から勉強していってください。もうそのうちわかると思います。ただそれでもわからないこともあります。それはやっぱり今ほら原爆が落ちて、世界はもうこんなことやっちゃいけないって言いながらも、今ウクライナとかイスラエルとかで戦争が起こってるでしょ。あれは誰も分かってないからですよね、戦争の怖さとかね。それをやっぱり世界中に戦争の怖さを伝えなきゃいけないということで、今度は後で話しますけど、ここの会長、友永会長とか被爆者の方々、2世3世の方が11人アメリカに行ってね、もう直接市民に訴えようって言って行動を起こされます。まあ、そういうのをちょっと頭に置いといてください。で、なんか感想を聞きたいですね。なんかありませんか。どうですか。山里小学校行く？あ、はいはい。この紙芝居を読んで、戦争の怖さというものがもっと分かりました。あ、本当、すごい。山里小学校はどうでしたか。行く？山里小学校に行くと年に1回で行かない島からの平和教育では行かないんですよね。あ、そうですか。行かないです。はい。うん、ないんですよね。こっちだけですよね。こっちだけですね。ぜひね。ぜひ行ってもらいたいですね。教育委員会ね。ありがとうございました。ごめんね。貴重なご意見いただいて。僕どう？戦争分かった。原爆の怖さも分かった。ね、戦争っていうのは人殺しと一緒です。そしてね、決めると、どこの国を殺しておかず。だから怖いという。そしてね、核兵器というのは、やはり放射線というのが怖い。原爆とその戦争は違いは、その放射線。放射線は匂いも形もないもので。だから人間がほら、原子爆弾が落ちるでしょ。ピカッと光るでしょ。そしてその光がね、その放射線っていうのは匂いも形
形もなくて人間の体を透かすの。透かして細胞を壊して癌とかそんな病気になるの。だから今年で何年かな、78年経っても私たちの体には本当に刻印されてるの分からんでしょね。普通元気と思うけど体の中はもうめちゃくちゃ、私の体なんか特に4回もがんをして、そして一生懸命皆さんに原子爆弾の怖さっていうのを皆さんに教えてるんです。ちょうどね、今の戦争みたい。でもその放射線っていうのはないだけ。あなたのよ、子供の時代の時でもすごく食べ物がなくてね。そしてね、やっぱり子供とかね、みんな、大人の人はそうないけど、子供にしわ寄せが来るのね。で、偉い人には来ないの、全然。ね。それが戦争なんだ。だから僕たちに、平和の担い手になろう、なってもらおうと思って、今日はありがとうね、たくさんの方が来ていただいてありがとうございます。まだね、今度は松尾さんの方を、はい、ね、じゃあ、第2部として、今度は最初ですね、今回ちょっと漫画家の西岡由香と申します。こんにちは。今から尾崎東明さんという方の被爆証言を紙芝居にしたものを見ていただきます。なぜ私が描いたかというと、私は長崎に住んでずっと漫画を描いてたんですけども、三田村さんたち被爆者の方たちが紙芝居会っていうのを作ってるんですね。そこからお願いされて、この紙芝居を今まで7作描きました。今日見ていただくのはその中の一つです。尾崎東明さんっていうのはもう亡くなられたんですけれども、キリスト教の、修道士さんでした。キリスト教の神父さんって聞いたことあると思うんですけど、教会でミサとかねする人です。で、本当は尾崎さんは神父さんになりたかったんだけど、病気でなれずに、神父さんを手伝ったりとか、いろんなキリスト教の教えを広めたりする、修道士さんになりました。で、この、一つ、言っておきたいのが、尾崎さんはずっと、コルベ神父様のことを、伝える活動をしていました。電車の蛍茶屋っていう停留所がありますよね。そこの蛍茶屋のところから歩いて10分ぐらい登ったところに、聖母の騎士っていう小学校中学校高校が一緒になっているところがあります。そして、本郷地教会っていう教会もあります。でそこと一緒に、コルベ神父記念館っていうところがあって、尾崎さんはずっとそこで語り部をしていました。でコルベ神父は原爆とは関係ないんだけど、どういう人かというと、昭和の初めに長崎に来た人です。キリスト教を伝える活動を、していました。最初は大浦天主堂の方に、いて、それから、本郷地の方に移りました。もともとコルベ神父っていうのはポーランドの人でした。そして長崎に来た後、ポーランドに帰るんだけど、その時に、日本だけではなくて世界中がドイツとかいろんなところ、フランスとかヨーロッパでも戦争をしていました。で、ドイツのナチスっていうところがひどいことをしていたので、そこに反対するしたことでドイツに捕まってしまって、アウシュビッツっていう強制収容所に送られてしまうんですね。そこで、殺されてしまいます。で殺される時に、なぜコルベ神父が亡くなってしまったかというと、たくさんの、捕まった人たちが働かされたり拷問を受けたりしていました。でその中の一人が脱走、逃げるんですね。で逃げてしまった時に同じグループの人たちが、連帯責任、一緒に責任を取りなさいっていうことで殺されかかった
時に、コルヴェ神父がその殺されようとした人に、私がその人の代わりになって死刑になりますって言って身代わりになって殺されていくんです。身代わりの愛といって、コルヴェ神父は、カトリック教会の中でも聖人っていう一番偉い、位を、授けられた方です。コルヴェ神父の話はこの紙芝居の一番最後にちょっと出てくるけど、この尾崎透明さんっていう方はずっとこのコルヴェ神父を尊敬しながら生きてきた人です。じゃあ紙芝居を松尾さんに読んでいただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕自身も白山小学校の卒業生で、小さい頃からいろんな思いを描いてきました。今日こんな機会を与えられて初めて紙芝居の分ですけれども、うまく読めなくてもこの紙芝居の心を受け取ってもらえるか嬉しいと思います。はい、それでは始めます。原爆を見た17歳の夏、尾崎透明さんの被爆証言。私は1928年昭和3年、今の北朝鮮にある羅針という港町で生まれました。カトリックの信徒だった両親は精肉店を営んでいました。私が小学校1年生の時、父が病気で亡くなり、ついで私も脊椎カリエスにかかったため、母は私を連れて故郷の長崎へ戻りました。1941年昭和16年のことでした。母の手厚い看病のおかげでやっと病気が治った時、母は私を本郷地にある聖母の騎士修道院のルルドに連れて行きました。そこでは新学生たちが美しい声でお祈りをあげていまし捧げていました。私もあんな新学生になりたいと思いましたが、母と二人の貧しい生活では難しい望みでした。そんな私に大きな転機が訪れます。それが原子爆弾でした。1945年8月9日、その朝、私は母と向かい合って朝食をとりました。米が不足していたので、食べていたのは大豆かすやわずかの玄米でした。私は、母ちゃん行くよと下駄を履いて家を出ようとしました。母は私の声が聞こえなかったのか振り向いてくれませんでした。もう一度、母ちゃん行ってくるよと言うと、母は台所で朝の食器洗いを していて私の方を見てにっこり笑ってくれたのです。それが母との別れになるとは思ってもみませんでした。私は当時、三菱兵器製作所の住吉トンネルで働いていました。空襲を避けるため山にトンネルを掘って機械を移していたのです。人間よりも機械が大事でした。私が作っていたのは魚雷を安定させる安定器の部品でした。トンネルは高さが2メートル50センチくらい、横も4メートルと少しで、とても狭かったのです。私は四尺旋盤の機械を使って航空機魚雷の部品を作っていました。その時11時2分が来ました。突然耳をつんざくような大きな音がして、爆風が入り口からふわーっ
と大きく吹いてきたかと思うと、私は横倒しにされてしまいました。しばらくすると一人の女学生が私のそばにやってきて泣き出しました。石油ランプを彼女の顔に近づけると、彼女の髪の毛がじりじり燃えているのです。お昼近くになったので、当番で工場の弁当を取りにトンネルの外に出ていたの。するとピカリッとして気がついてみると、こんなことになって、どしきりに泣くのです。とにかく近くに大きな爆弾が落ちたということだけは分かりました。30分ほど過ぎるとトンネル内が騒然となりました。負傷者たちが折り重なるように入ってきたのです。トンネルから外に出て最初に見たものは、燃えている2階建ての家でした。家という家が燃えている。なぜ消さないんだ。しかし本当は消す人がいなかったのでした。燃え盛る家を見ながら、私たちは火の手のため道路を進めなくなり、小高い丘へ登りました。山は焼け、木々は折れ、家は燃えて、人影は全くない。火の煙の海になった裏上一帯が見えました。こりゃひどい。足元がガクガク。寒気がしました。私は仲間の少年工員と相談し、早速三菱兵器製作所の本工場へ行きました。工場は完全に破壊され、人影がありません。原爆直後の浦上を歩いて一番不思議に思ったのは、人が全然いないことでした。どこへみんなは行ったのだ。立っている人間がいないのです。死体のみが散乱しています。どうしていいのか迷っていた時、おーい来てくれと男性の声がしました。声の方に行くと 2,3 人の男性が女学生を助けています。女学生は工場の大きな材木の下敷きになり、足を挟まれていました。顔は蒼白です。大丈夫だ、しっかりするんだぞとみんなで慰め、励まし、なんとか引きずり出して、担架に乗せて鉄道の線路を目指しました。しかし、線路近くまで来たとき、アメリカの爆撃機が飛んできたため、私たちは担架を置いて逃げてしまったのです。その後、女学生は通りかかったおじいさんに助けられ、列車に乗り、戦後を生き延びたと聞きました。私は線路を越えて森の中に入りました。人がいないと思ったら、木と木の間には負傷した人が群れをなしていました。血まみれになって泣く者、内臓が出てぐったりしている者、わめく者、やけどで苦しむ者、それは目を覆うばかりの光景でした。私はこの悲惨さを見るに見かね、その場を離れて防空壕に入りました。早く家に帰ろうと壕を出て、爆音がないのを確かめて森を降りました。午後3時頃でした。私は下駄の音を響かせて浦上川にかかっている本郷橋に近づいていきました。その先に私の家があるのです。
橋は折れて川に落ちている。仕方なく川を渡ろうと石段を降りて川洲を歩きました。そこにはたくさんの負傷者がいました。原爆の熱で体がほてり喉が渇きます。水、水と水を求めて川に入り、水を飲んだ人は皆死にました。死体がいくつも転がっています。早足で川の流れを通り過ぎようと下駄を抜いたその時でした。お願いです、助けてください。小学5、6年生くらいの少年が呼びかけてきました。足をやられて歩けません、助けてください。痛くて歩けない、お願いです、僕を助けてください。このままここにいたら死んでしまいます。でも病院はありません、医者もいません。助けようと思ってもどうしようもないのです。浦上も稲佐も長崎は全体が全滅なんです。助けようと望んでも助けられないのが原爆の恐ろしさです。浦上川を渡って道に上がりました。倒れた家を乗り越えていく。死んで投げ出された子供の死体が泥人形をそっくりに転がっています。崩れた家のそばに小学 1,2 年の女の子が泣いていました。怪我をしていない。その子が助けてという。お母さんが家の下敷きになりました。かがんでみますと家の下から髪の毛が見えました。しかし一人では崩れた家の大きな材木をどうして取り除くことができるでしょうか。私はそのままそこを去っていきました。人を助けることのできない悲しみ、それが原爆の日の体験だったんです。やがて火の手が上がって倒れた家が燃えてしまいました。母と子もどうなったか分かりません。私は爆心地から 2.3 キロのトンネル工場から自宅を目指して500メートルまで接近してきました。視野が開けた時呆然と立ちすくみました。一軒の家も残っていないじゃないか。朝母に行ってくるよと言った。我が家は燃えて崩れている。母を見つけることはできませんでした。焼けて灰になった家を魂が抜けたように見つめていました。母はどこへ行ったのか、何をしているのか。涙が出てこなかった、泣けなかった。家の中には入ることができない。燃えて火が残っていたからです。私は歩くのが精一杯でした。大橋から線路を伝って住吉トンネル工場へ戻りました。トンネルの中は混乱して入れません。山でその夜を迎えました。赤い夕日が稲佐の山に傾いていく。今日は何という日だったのか。考える力は17歳の少年にはもうなかった。その夜は長崎全体が炎を溶け盛りに包まれ、ものすごい異様な空でした。私は疲れたのか浅い眠りに落ちていきました。
8月10日下大橋のすぐそば城山寄りのところで私は立って死んでいる黒焦げの人を見ました。場所ははっきり覚えています。これは今でも信じがたいことです。原爆のエネルギーがあまりにも強烈なために人間が立ったまま炭になってしまったのです。両目は飛び出し舌を思い切り出して真っ黒焦げになって立ったまま死んでいました。原爆を呪っているかのようでした。当時70年間は草木は生えないと噂されました。無傷な人でも髪の毛が抜け皮膚に斑点が現れ下痢、発熱、食欲不振、虚脱感などの症状で幼い子供から次々に死んでいきました。これが放射能の恐ろしさです。私は一人で隣の親戚の山口さんの家族10人の死体を原爆の丘で焼きました。お骨をバケツに入れ生き残った山口家のお父さんとお墓に納めました。私は毎朝浦上天主堂のミサに通っていましたが、あの巨大な赤レンガの天主堂は一瞬のうちに崩れてしまいました。中にいた神父や信徒も亡くなりました。浦上の信徒約1万2000のうち約8500人が爆死したと言われています。当時浦上天主堂は長崎市の食料を保管する倉庫の一つとして使われていました。中にあった缶詰などが何日間も燃え続けました。戦後私はかつて母と訪れた聖母の岸修道院の門を叩きました。修道士になりたいと告げると神父たちは温かく迎えてくれました。聖母の岸修道院はポーランド人のコルベ神父が創設した修道院です。1930年昭和5年宣教のため長崎に上陸したコルベ神父たちは大変な苦労をしながら印刷所を建設しました。コルベ神父は長崎に6年間の滞在の後ポーランドへ帰国します。しかし第二次世界大戦の最中ナチスドイツに捕らえられてアウシュビッツ強制収容所へ入れられました。ある日収容所から一人が脱走しました。怒った監視兵は罰として他の数名に餓死刑を言い渡しました。家族を思い嘆き悲しむ男性を見たコルベ神父は彼の代わりに私を餓死室に入れてくださいと身代わりを申し出て自ら命を差し出したのです。1941年47歳での殉教でした。私の尾崎東明という名前は本名でなく修道士になった時日本26世人の一人トマス・コザキの名前から付けてもらった名前です。コルベ神父が示した無償の愛は殉教者の聖トマス・コザキと被爆者の私を結ぶ絆のような気がしています。
2000年平成12年8月9日母の50回忌の命日に私は語り部として活動を始めました。原爆とはどんな爆弾だったのか、私の身に起こった現実と今なお原爆で苦しんでいる人がいること、二度と戦争はあってはならないこと、あれほど恐ろしい核爆弾なのにまだ人類は核を廃絶でき、ね、できていないことを話し、最後にこう語りかけます。コルベ神父のように愛の深い人になってください。周りの一人一人を大切にすること、人の痛みを分かる心を持つこと、これが平和の原点です。以上です。ありがとうございます。松尾さん、ありがとうございました。どうですか皆さん、だいぶ疲れてきたかな感想とか意見とかありますか。わかりましたか。ご質問とか、わからないところとかありましたか。なんか、こんなんこ聞いてないね。どう感想でも、感想質問でも何でも、はい、何でもいいよ。かっこいいこと言おうと思わないで、思ったこと。改めて戦争の怖さを知りました。はい、ありがとうございます。せっかく一人一言ずつでいい、はい、言っていこうか。宇多野さんどうぞ。この人は戦争の時、いろんな死体を見て、気絶しなかったのが、すごいなって思いました。原爆が落とされた時に、周りが火の海になったことにとても驚きました。やっぱ大切な人を失うことは嫌だなと思いました。男子のマシュ、はい、ゆうりさんどうぞ。たくさんの子供たちとか大人たちがたくさん亡くなって、その思いが伝わりました。世界中の人に平和のことを知ってほしいと思いました。自分の友達とかが亡くなっているからかわいそうだなと思いました。はい、ありました。原子爆弾は怖いと思いました。まず身近なところから友達をもっと大切にしていこうと思いました。はい、皆さんありがとうございました。本当、身近なところからね、大事にするっていうのが平和の原点だと思います。僕たちだって、ウクライナとか、なんかイスラエルとかで戦争行われて、今はほらテレビでね見ることができるけど、もうあれ見るだけで辛いよね。もうでも本当にそこにいる人たちの身になることは想像力でしかできないでしょ。自分があそこにいたらどう思うだろうっていう、そのことは一番大事だと思いますね。自分が立場になったらどう思うだろうとか、
どんな辛いだろうとか。で、疑問に思ったら、調べてください。今ほら、インターネットで何でも調べられるし、ね。学校で教えてもらうことも大事だけど、自分が疑問に思ったことは、もう自分から調べる。調べちゃダメっていう人誰もいないんだから。で、そのことを通して、多分そのうち分かってくると思うし、ね、今日の思いを大事にしてこれからも勉強していってください。はい、はい、いや今日はありがとうございました。終わりでいいですか。あ、松尾さんちょっと一言。あ、慣れない紙芝居聞いていただいてありがとうございます。実は昨日なんですけど、白山小学校のことをちょっと立ってもらいます。白山小学校のことをインターネットで全国の人に伝えるイベントがありました。いろんなエピソードをやっぱり伝えるんですけど、やっぱり子どもたちが日頃大切にしていることを僕たちがエピソードを伝えると、聞いてる人は一番感動するんですね。だからこれからも、はい、身近なことを大切しながら頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さっきこの尾崎さんが、たくさんの その遺体を見たのに、そのなんで気絶しなかったんだろうっていう感想がありました。これね、三田村さんにも後で伺いたいんだけど、私がたくさんの被爆者の方から聞いた話では、もうあまりにもたくさん の遺体があると、心がね麻痺してしまって、もう何も感じなくなるっていう声がとっても多かったです。多分小崎さんも同じような感じだったと思います。そして落ち着いてからもうだんだんもう悲しみが深まってきて、もう、何日も経ってからもう初めて、涙が出たとか、悲しみが襲ってきて、未だにもう心の中で、もうずっと戦争が続いてるっていうような、声もたくさんありました。それともう一つ、もう火災がひどかったっていう意見もありました。ここの被爆者コミュニティセンターには、被爆者の方が描いた絵の画集があります。その画集を見ると、原爆が落ちた直後、11時2分に落とされて、その直後は火災ってね、ほとんど起こってないんですね。爆風とか爆圧でぐしゃってこう潰れてはいたけど、火災は起こってないんです。でもその後しばらくして、ちょうど11時2分だったから、お昼の用意とかをしていて、台所とかから煙が出て、そして消す人がいない、もう消防車も、もう、ま、準備はしてたみたいなんだけど、地方から来るのに間に合わないっていうので、もうどんどん火が広がっていって、もう手がつけられないようになったという報告が、市役所が作った、原爆の、被災史という、本に書いてあります。三田村さん、何か今の子どもたちの感想を聞いて一言何かありますか。はい、皆さんよくね、いろんなことをこう感じられてるねと思いながら、本当感心しました。本当原爆っていうのは本当麻痺してしまうんです、人を殺すのも。だから私たちはもう本当にあの時代に生まれたもん でその時ちょうどね、3歳8ヶ月だったけど、もう食べるものもないし、今みたいな戦争を思い出す、戦争してるのが自分が子供の時代と重なるのよね。だから二度とね、もう戦争はないようにあなたたちにバトンするからね、被害の担い手になってください、ね、これを機会に今日は本当にありがとうございました。それで先生、はい、吉田先生、今日先生も一言頂戴いたします、はい、
この後ですね、子どもたち、広島の子どもたちとつながります。広島市の、はい、ちゃんと平和学習をしている者同士、子ども会議をですね、声大きいので大丈夫です大丈夫あのつながってやっていこうと思います。本当にもうこの子たちがしっかりとこの11歳っていう時に、三田村さん、そして松尾さんといろんな方たちに出会えたということは財産になりますので、しっかりと、役目を考えて、さらに、ね、しっかりと強い心を持って長崎の子どもとして、そして将来長崎の大人として次の世代を育てていく人たちにしていきたいと私は思っております。皆さん応援よろしくお願いします。私も城山に6年間いたんです。2011年から2016年までいました。そうなんです。2011年。ホラの御霊を歌いますよ。そうなんだ。だからいいよと思ってたんですけど。歌いますよ、私。はい、すごく本当にいい先生だったんです。カボケにしない。だったにした。それでね、突然に、吉田先生とお会いして、そこで会ったんですよね、本当にね、うん、神様の巡り合わせのような出会いだったんですね。たまたまた声をかけられんとわからんかったの。確かに、三田村さんっていうの誰かねと思った。どういうふうにって知り合ってたんですか。あ、白山小学校で私教員なので6年間いて、はいはい、私発信協議会のメンバーなので、三田村さんはいつもわがままを言って5年生とかの発信を見てもらう交流ってなかったのよね。先生と私と交流ないんで、あんまり。よく覚えてらっしゃるね。先生が覚えてね。先生の名前を。吉田陽子です。三田村さんって言ってね。私は声かけられないから。いつからいつまでって帰ってください。それでこんな巡り合いがあって。そうなんだ。ね、そうなんですね、その巡り合いが。でね、学校の先生でも、あんまり私は接しないんです。でもよく覚えてらしてからもう嬉しかった。私はもう発信協議会の人たちにお世話に、すいません、私は嬉しかったんですよ。インスタグラムでは僕の記事に出てます。ありがとうございます。こちらこそです。子供たちにありがとうございます。はい、じゃあ最後連絡事項、ね、最後連絡事項で、今度最後連絡事項、いや残念、城山小学校の方とね、松尾さんもそうです、はい、先月の9月29日はね、被爆校舎は見たものを言わぬ語りでということで、城山小学校のこれできなかったんで、できなかった、今度また しますので、ぜひね、やっぱこれ平日は無理なんですよね、なんか日曜日、ね、29時過ぎに、あ、それと今ビデオで撮ってますけど、これ全部 YouTube に上げてますんで、被爆者、手帳友の会のホームページを検索したら出てきます。そこで三田村静子の原爆紙芝居っていうのをクリックすると全部出てきますんで、よかったらそれをご覧になってください。もう三田村さんはもうね、こういう活動をもう20年以上、もう40年か40年以上されて、作品も20作品以上作られてます。私のと西岡さんとはまた違う、手作りなんですね。だけど家はもう普通の素人が来て、そして素人も私も声大きいんですけど、素人もね、やっぱり平和のこと知らないから、2人で一生懸命考えて、絵がね、それでこのように描いてって、お互いに平和を勉強して、それで出来上がって、で紙芝居というのはもうあんまり長くても飽くしね、それをまとめるのにも大変で、本当に頭ないのにね、だから新聞記者の人偉かんねーと思って1年かかる。1作品作るのに1年かかるんだって。1年かかるのよね。一回ね、ずっと被爆者のね表現を聞くので、それをね、もうずーっと短く短く分かるように、分かるように、そんな感じ で絵もね、そんなに難しく描かんで、普通の素人さん描いて、このように描くのよと、それで平和な話しながら描くもんで、
1年かかる。そういうことで、ちょっと長く、はい、ということで、またじゃ機会があったらぜひ来てください。それと2枚目にアンケートってつけてますけど、先生あのこれ今日のことはなんか作なんかレポートとかあるんですか、学校で。いえいえ、もうレポートとかじゃなくて、もうあだったらあのこれにねぜひ書いてください。今日でなくてもいいから、あ後で書いてもらってまとめて送ってもらって、私がまとめて、はい、はいはい、お願いします、はい。それと3枚目は最初に言ったあの、あらこれ間違えた、まあいいや、戦争講話のこと、これちょっと難しいかもしれないね、今ねちょっと難しいから、ちょっともうちょっと勉強して高校大学になったぐらいならいいかもしれない。それと一番最後に、被爆者未来プロジェクトっていうのが入ってます、チラシ。あの被爆者の方ね、今平均年齢いくつだと思いますか？82。もうちょい。83。もうちょい、ちょい。84。85なんですよ。三田村さん、ちなみにおいくつですか？81です。1です。ちょっとお若い方かもしれない。で、もうさすがにね、お亡くなりになる方がどんどん増えていって、ここの会員の方も、4、5万人いたんです最初は。それが今1500人、もうどんどん減っていってます。でそういうことでもうあのいずれねもう最後の被爆者が亡くなりましたっていうニュースが流れるのがこう頭に思い浮かぶんですけど、そうもうそんな遠い先じゃないんですよね。で今のうちにやっぱり被爆者の方の生の体験を聞くことが大事だ。皆さん聞ける世代にまだいるわけですから、ぜひあの他にもね、三田村さん以外にもいっぱいここに来たら被爆者の方いらっしゃいますので聞いていていただきたい。で私はちなみに被爆2世、両親とも被爆者で、で今日ね実はねあの子らの日で山里小学校出てきました。あの当時、原爆が落ちて生き残った男子教員が一人だけいるんですけど、それ私のおじさんなんですよ、林秀幸って言うんですけど、まあなんか縁があってそういうことも今こういう仕事してます。あ私は林田と言ってここの事務局やってます。ご紹介が遅れましたけど、じゃあ今日はもうちょっとね疲れたと思うから今日は終わりにします。じゃあありがとうございました。写真を撮らせてもらっていいですか？あそうですね、皆さんと、ね、あなたたちがしゃがんで前で、後ろにいらっしゃった方全員ご縁なので、はい、撮らせてもらっていいですか？はい、ごめんですけどでかいけど入ります。はい、どうしよう。いいですか？はい、はい、チーズ。